皆さんこんにちは、山狩りです。狩りチャンネルです。お元気ですか？今日いい天気ですね。いい天気なんですけれども、ちょっとですね、やっぱりちょっと良い子の皆さんにやっぱりお伝えしなきゃいけないことが、いろいろあるので、やっぱり本当にたくさんあるんですけれども、いかちゃん、全部言うことできないんで、ちょっとずつね。昨日ちょっとライブできなくて、ちょっとこう移動してたりとかしてね、ライブできなかったんで、そのいかりちゃんがね、ライブしない間に、またこれ、またの、もうあちゃこちゃのね、メディアでね、もう皆さん、中東研究者とかの皆さんね、皆さんもいかりちゃんが見てないことをいいことにね、皆さん揃って嘘ぶっこいてやがりますでしょう。ですから、ね、今日はですね、じゃんじゃん出てくると思われる人はですね、一人ご紹介して、その方がいかに嘘ぶっこいてらっしゃるかっていう、飯山さんの YouTube もう一本見てみましょう。中田敦彦さんの YouTube にコメントしています。いかりちゃんがチェックしたのは、こういう動画ですよ。中田敦彦の YouTube 大学、中田ユニバーシティとかいうのがあるんですよ。だからこの、ね、俺の動画見てれば、大学行ったのと同じだと。そういう案が、そもそもこのハマス、今回の件をパレスチナ問題として語ること自体が間違いなんですよ。はっきり言って。これは、もう何度もね、もう見た声できること言ってますが、ハマスっていうのはパレスチナの代表ではないんですね。パレスチナの代表は、国際的に承認されているパレスチナの代表は、パレスチナ自治政府です。PA というふうに訳されていて、それの代表はアッバース、マフムード・アッバースという人でございます。ハマスではございません。それでね、そのハマスが、パレスチナ人を力で、武力で押さえつけているんだと。そして自分たちはパレスチナ人を武力で押さえつけていることによって、自分があたかもパレスチナの代表であるかのように振る舞っている、そのこと自体がこの問題の根源なわけですよ。だからそこへ来て、ハマスがあたかもですよ、パレスチナと一体化しているように、この中田敦彦さんのように、ハマスと言ったり、パレスチナと言ったり、そのハマスとパレスチナという語をですね、相互に入れ替え可能な言葉として語る。この語り方自体が、大いなる間違いを生んでるんですよ。そしてこれが日本全国に広まる、このパレスチナ問題、ハマスの問題、これについての無理解をですよ、加速させてるんですよ。大きな問題ですね。でね、